A&G アーティストゾーン、鷲崎武のニエッチ。ではでは、7時台のゲストに登場していきましょう。この方です。ニエッチパップ上坂すみれです。はい、お邪魔します。はい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 、はいはい、半年ぶりですって、ニエッチ自体は。あ、そうですか。はい、お久しぶりでしたね。お久しぶりでございます。でも、ね、まあ、会うのはね。はい。はい、ついこの間もお会いしましたし。いや、もう昨日見ましたよ、やっと。昨日見ました。はい、ね。ドラゴンロード。そうなんですよ。そう、お誕生日のお祝いにですね。はい。なんか、脳みその。気持ち悪いろうそくと。固形の脳みそと、あと、ドラゴンロードをね、いただきまして。そうなんですよ。広川太一郎好きだったら。そうなんですね。これは見とくべきだというので。しかも、あの吹き替えは、こう、ゴールデン洋画劇場限定の、そうなんです、そうなんです。よく収録した。そうなんです。ゴールデン洋画劇場バージョンっていうのを、なんかここ、さ、な、何年かで、いくつかアーカイブスが出てるんですよね。うんうん、いや、もう驚きました。もう、はい、やっと、なんか、まあ、なかなか来ないなって思って見てたんですけど、あの、羽切りのシーンですか？そうです、そうです、そうです。ずーっと喋って。永遠喋ってるでしょ。もうなんかあの、はい、お姉ちゃんたちがチアするじゃないですか。あそこで、もう、すごいチアに対して文句を言う。はい、俺がせっかく実況してんのにお前ら邪魔だって。でしょ？すごい良かったです。ありがとう、ありがとうっておかしいけども、そうなんだよ。広川さんは断るたびに担々麺っていうから、すごい。そうだね。スカタンって言ったら絶対担々麺って言うよね。そうだね。スカタンって言ったら絶対担々麺って言うよね。あれなんだ。来た来たって。タラチネの母みたいなもんなのかな。どうなの？枕言葉なのかな。枕言葉なんですね。かけ言葉なのかね、かけ言葉があるんですね。そう、このスカタンの担々麺。スカタン担々麺とか、チャーハンうまいとか、語尾につけるから。そうだよね。そうそうそう、中華がお好きでいらっしゃるのかな。多分そうですね。そうだ。ねえ。ミスターブーシリーズ以外に、広川さんが声を当てていらっしゃるのをたくさんね、見たいと思ってたので。そうなんですよね。嬉しかったです。でもあんな風にやってるのって、まあ、いくつかあるけど、うん、でもまあ、広川太一郎名、ゼリフ、名シーンとしては割と、はい、はい。太一郎マニアにとっては割と、ただあれこう、初見だと、はい、もうなんか、情報量が多すぎて、そう。そう、ちゃんと実況の うん、こともやってるから、そう。なんかね、うん、その、時々、失礼しておりますって挟まれるあの、失礼な言葉たちが、聞かれないから、絶対洋画劇場で、初見でクリアした人はいないと思うんですよね。そうなんだよね。だから俺も、一回文字起こししようかなと思ったの。うん、そうなるよね。誰か、あの、広川五六テキスト演習を出して、ビレ版で売ってほしいんです。テキスト、書類で欲しいのね。書類で欲しいですね。そうだね。書籍になってくれたらね。そう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 、そう。嬉しいよね。そうなんでございますよ。何のこと言ってんのって思ってる人いる？いるよ、そりゃ。いますかね、説明してねえんだもん。そうです、ジャッキー・チェンの映画ね。そうです、まず、まず言っとかなきゃいけないのは。82年ぐらいにロードショーされた。そうそう、ジャッキー・チェンの映画で、あの、はい、我々が好きな、あの、前回は、ミスター・ブーの、うん、この味噌がね、の話をしましたけども、アヒルの警備保障の、これも説明がいるのかい？気軽に人に指をさす。最高ですね。ね、下からテーブルの下からこうやってこうやって物を取ろうとする。どうだ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 。でおなじみのだよ。おなじみの。みのはい、あの、はい、広川太一郎さんのがお好きだっておっしゃるから、はい、じゃあ見たことあるかいドラゴンロードと、うん、あのいう話になって、はい、はい、あの見たことないというから。ね、あの、差し上がましいようですが、はい、あの、お誕生日の際にプレゼントとしてお渡ししたわけでございます。ありがとうございます。ね、ですから皆さんも、ね、あの、広川大将のこんなの見つけましたよ、と。ね、あったらぜひ。あったらぜひ。俺思い出せないんじゃない、昔見たね、映画でね。なんかね、列車強盗的な、列車の中でなんか事件が起こるんだけども、はい、その中で広川大将さんが、列車がガチャンって切り離されて、はい。広川さんの乗ってる車がわーって、あの、遠ざかっていくシーンがあるのね。はい、その時に、まあ、ただものーって言いながら、俺、あれが何だったのか思い出したいんだけどなぁ。これちょっと、気になるなぁ。じゃあ、これ、お互いの番組でちょっと。それは、いいですね。そうだね。もう、あらびり、また来たびりに、メアドリブですね。入れてってね、自分の。自分のさ、でもなかなか、自分のアニメの時も、ちょっと試しに入れていきなさいよ、あんた。ほらびり、ほらびり、ほらびり、来たびり、また来たびり、痺れる時に、あんな喋れる人は、なかなか、痺れるシーンがないのでね、ポケモン
が出ないとダメですよね。ポケモンとかに出た際に、一回テストでそれを入れてみたら、まあ多分ぶん殴られると思うけど。そうです。水かけられちゃう。馬の足音バカバカバカみたいなやつをさ、痛いや痛いや痛いや、タイヤに挟まった時はそう言うべきなんですよね。そうだね、タイヤに挟まった時は日本人ではそうだよ、みんなだよ、みんな ね痛いや痛いやって言うべきだから ねそうだ、あとあれだ、はい、リンゴスター主演の、はい、おかしなおかしな石器人かな、ほあ知りませんか、おかしなおかしな石器人。石器人だっけな、うちにあるんだけどな、DVD。それも広川さんが、お声を当ててらっしゃって。本編では、とかって言ってるのを全部めちゃめちゃ饒舌に日本語で喋ってるっていう。ひどいっていう。字幕と辻褄が全く合わないやつですね。全く合ってないという。はい。こちらも。もうキャラクターをね、左右する。そうなんですよ。ね、だってミスターブータってあんな喋ってないもんね。そうなんです。字幕と一緒に見ると、字幕の4倍ぐらい喋ってるんですよ、ね。そうそうそう。だからね、後ろ向いた時はチャンスだと思ってたらしいよ。パクタ笑っていい時がチャンスだと思っていっぱい喋ったらしいよ。そうですね。特にあのなんかクイズ番組にブーが出るところ。ああ、あの水にどんどん下がっていくやつね。ギャンブル大賞だ。あ、ギャンブル大賞。ギャンブル大賞のあのブーは結構ワイルドじゃないですか。そうだね。すごく合っててですね。ワニが、ワニが来るよ、ワニが。あ、これ来た、ワニ。やだ、ワニ。うわー、面白い。君の泣いたじゃねえ、あいつら眩しいっつってね。そう、もう私でも携帯のメモ帳に結構入ってますね。聞いちゃった、待って、若手のさ、割とよだれ出ちゃったの、ひょっとして。出ましたね、お恥ずかしい。よし、いい加減にしようか。我々いい加減にするか。はい。だってもうだって、散々喋ったら16分にはそんな上坂すみさんかっていうはずなのが、もう14分30秒だからね。ああ、どうしよう。そうだよ。失礼しました、うん。まあでも別にね、ここら辺に書いてあることを無視していいって言ったのおじさんだからね。それはそれは。